は日本対韓国埼玉スタジアム2002よりお届けしてまいります。解説北澤さん、実況はジョン・カビラです。さあ北澤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ選手入場です。大韓民国国歌お聴きいただきます。日本国国歌お聴きいただきます。日本から見てまいりましょう。ゴールキーパー西川、吉田、牧野、酒井、太田、柴崎、山口、田川、そして前線に本田、宇佐美、岡崎という布陣です。勝者はどちらなのか。好ゲームを皆さん期待しましょう。日本対韓国エキシビションマッチです。では立ち上がり見てまいります。岡崎、本田へ、山口、本田へ、酒井、田川、山口、フリーで受ける、狙いますよ。丁寧に足元を使う。柴崎、宇佐美、香川、香川から本田。両チームとも慎重な感じですかね。多少守備的な入りですよね。収まった、フリーだ。どうだこのシュート。いやー、もうギリギリクリアっていう感じでしたね。裏に味方を走らせる。ここはカットします。打てますよ、シュート。山口、田川、本田へ、坂井からのパスは通りませんでした。ふわっとしたボール。おー、いいオーバーラップですよ。チャンスだ。柴崎、一人で持っていけるか。田川、宇佐美、柴崎、30分を回ったところです。伊達を使います。田川、シュート、来た、先制、日本、日本先制。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。こ
これは気持ちのいい一発が決まりましたね、はい、ものすごいボールスピードでしたからね。そうですね、分かっていてもなかなか止められないですよね、うん、今のは。1対0先制しています。1点先制しましたけど安心はできないですよね、はい、当然相手はアグレッシブに攻めてくるわけですから、攻守のバランスをうまく取っていかないといけませんよね。なるほど、右サイド上がっていきます。日本はこのファーストハーフ終盤までリードしつつ相手にほとんどシュートを打たせていないという状況です。非常にいい戦い方をしてますよね。このスタイルを後半立ち上がりからもキープしていきたいところですよね。ボールつながります。中央へチャンスだ。ボールはここでレフリー、前半終わりの笛を吹きました。45分間戦って1対0、日本まずは1点先制して折り返す前半となりました。目まぐるしく攻守が変わっていく中でチャンスを見逃しませんでしたね、はい、この後引いて守り切るという方法もありますけど、まだ1点差ですし守備に少しでも不安があるという状態ではちょっと怖いですよね、うん、そうですね。日本が1点を先制して後半を迎えます。ではセカンドハーフ見ていきましょう。日本 1-0 リードです。岡崎、囲む人数をかけます。このボールをカットします。このセカンドハーフの序盤を1点差でリードする展開になっています。この後はどうご覧になりますか。そうですね、早い段階から決めていけたら最高ですよね。こういったケースでは次の1点の意味が非常に重要になってきますからね。この時間の 1-0 は非常にシビアですからね。さあここでカウンター、人数かけて守ってますけどもね。さあ前線へ。ここまでご覧になっていかがですか北澤さん。日本としてはフィニッシュまでの形がいまいち作れてないんですよね。今耐える時間帯だと思いますけどもね、やっぱり90分間ずっと自分たちのリズムっていうことはないですからね。味方を走らせる、太田、縦にボールを送ります。山口、坂井へ、太田、縦にボールをつないでいきます。山口、サイドのスペースへ走らせる、柴崎、打っていった、ここは打っていきましたね。隙あらばというところでしょうけど、ちょっと距離がありすぎましたよね。スルーパスを出す、ここもしっかりディフェンスしました。
日本、この1点リードの状況で残り時間をどう戦えばいいですか。まず絶対に失点してはいけない場面ですからね。リスクを犯さないことが最優先でしょうね。そろそろ時間を稼ぎつつ相手に対応していく形を取ればいいと思いますけどもね。裏へのスルーパス、来たチャンスだ。日本としてはこのまま終わりたいとこですよね。そうですね、あとはタイムエンドのホイッスルを待つだけですね。日本はベンチに動きがあります。固いディフェンス、これはなかなかこじ開けられない。スペースへ出す、ここで受ける、シュート。いやー、ファインセーブでしたね。決して簡単なボールではなかったと思いますけども、よく決めましたよね。裏へのスルーパス、ここで最後の笛。1対0、日本1点差で勝利、かろうじて勝ちました。名勝負、ここに幕を引きます。さあ北澤さん、試合の総括をお願いします。日本としては前半のゴールによってその後の試合運びに余裕が出てきましたよね。しっかり守れてましたし、いい試合内容でしたね。そうですね、ありがとうございます。